こんにちは、みつチャンネルです。今私は羽田空港の国内線第一ターミナルにいます。先ほど国際線ターミナルにシンガポール航空で到着して、国際線から国内線に移動してきたばかりです。現在の時刻深夜1時です。今日は国内線ターミナル第一ターミナルにあります会員宿泊施設ファーストキャビンに泊まります。ファーストキャビンをご紹介いたします。みつチャンネルスタート。こちらがファーストキャビンです。クラスは6500円から、ビジネスクラスキャビン5500円から。では入ります。ここに耳栓と大丈夫です。カップ麺用のお湯があります。こちらには自動販売機があります。お値段もそんなに高くはないようです。ベッドの上にスリッパ、それとキャビンウェア、
ブラシ、ボディタオル、それとバスタオル、耳栓などが置かれています。アイロンと加湿器は無料貸し出ししてくれるそうです。ベッドの左側にこのように小さなテーブルが置かれています。このテーブルがあると便利ですね。ここに照明がありまして、右側にも同じく照明があります。ベッドサイドのコントロールパネルで調整できます。コンセントは2口、ヘッドホンジャック、調光スイッチ、空調コントロール、すべてこちらで調節できます。あとこちらには大型テレビ、Wi-Fi は無料です。で、このように天井に隙間があります。足元も隙間があります。なので大きな音は漏れます。あとキャビンの鍵はかけられません。揃っています。ラウンジに来ました。こちらは女性専用のラウンジです。こちらにも自動販売機が置かれています。女性用のパンティストッキングとか、あとはジュース、ビール、お水、スマホ充電器で、このような感じで休憩する場所があります。マッサージ機も置かれています。おはようございます。ファーストキャビンチェックアウトしてきました。感想を言います。ファーストキャビンは目覚ましが禁止なので、希望の時間にスタッフが声をかけて起こしてくださいます。声をかけても起きなかった場合はベッドをトン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 と叩いて起こしてくれます。なので私は安心して耳栓をして寝ました。周りにいびきをかいている方もいらっしゃいましたが、耳栓をしていたので気にならなかったです。大浴場は広くのんびりできました。またアメニティも揃っていますので、手ぶらで来ることができると思います。私はとても快適に過ごすことができました。会員宿泊施設でも大丈夫な方にはファーストキャビンおすすめです。それでは今回の動画が少しでも参考になりましたら、高評価ボタンをお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。
他の動画もぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。では次回もまた見てくださいね。